はい、チャンピオンジョッキー実況を始めていきたいと思います。現在3年目の12月4週ですね、105勝しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さてオーラスですね、ついにね、チャンピオンジョッキーもね、PS3 版はこれでおそらく最後ということになると思います。引き続きね、チャンピオンジョッキースペシャルの方でね始めていきたいんで、チャンピオンジョッキースペシャルはね2009年から始めようかなと思ってます。まあ、2009年から始めて難易度はノーマルでいいかなと。まあ、それでね2017年ですかね、そこまでやって、まあね、まあ、その後続けるかどうかは分かりませんけど、続けるようであれば今回のね続きをハードモードで始めようかなと思ってます。2000だから今は1997、6、4年から始めたから今は1996年なんですよね。だから1997年からね始めるということもね頭に入れてるんですけど、はい、まあ、とりあえず2009年から始めて、まだ決めてないんですけどね、やっぱり新しくね、継ぎ足されたところをプレイした方がいいと思うんでね、さて、騎乗交渉行きましょう。有馬記念、乗る馬いますかね。まあ、最後ね、やっぱり強い馬乗りたいんですよね。ダンス・イン・ザ・ダーク、乗る人いないんだ。タカ・タクミジョッキーは何乗るんですかね。ダンス・イン・ザ・ダーク、85と。ダンス乗りましょうかね。マヨトップワンとかいますけどね、あ、93ですよね。桜ローレル89、トップガンがね一番能力が高そうなんですけど、まあ、ダンス乗ろうかな。まあ、最後ぐらいね、国会キックになってね、強奪キックになってもいいと思うんですけど、まあ、ダンス乗りましょう。はい、これ乗せてくれるよね。はいね、ダンスで有馬記念っていうのはなんか夢があっていいじゃないですかね。ダンスインザダークリアルでは菊花賞でね、故障発生というかね、引退してしまったんでね、菊花賞を取ってから引退してしまったんでね、まあ、後々の走りをね見たかった一頭だと思うんですけどね、有馬記念で乗りましょうよね。このあたり厳しいと思うな。あ、シグナスヒーローはね重賞でも走る馬なんでね、これね強奪しましょう。はい、エミナジョッキーがねしかめっ面でね怒ってるかもしれませんけど、まあ最後ぐらいね、エミナジョッキーはやっぱり心の大きい方だからね、これぐらいでお怒りに、ね、なられる方ではないんでね。マリア・ジュダムル、この辺りも厳しいと思うんだよね。まあ、初期機があるんでね乗りましょうかね。はい、まあ、そして土曜日はねラジオ日経杯があるんだね。メジロブライト、サニーブライアン、これ最後だからやっぱり強奪しようかなね。まあ、サニーブライアン乗ろうかね。なんかコメントの方でね、サニーブライアンで負けないでくださいというコメントがあったんで、ね、今回勝ちたいと思います。相手ねブライトがいるんで強敵いますけどね、名将八重垣ね、あ、大宅帝王あたりもね懐かしいですよね。日報帝王3区ね、まあ、このあたりもね三浦くんには悪いんですけど乗りましょう。はい、まあ、最後なんでねライディングポイントねたんまり残ってるんで使っていきましょうね。はい、丸仏恵みではこのブライアンズタイム3区ですよね。ブライアンズタイム3区の短距離バーなんですよね。違ったかもしれませんけど、おそらくそうだと思うんで、はい、これも乗りましょうか。はい、あ、障害最後乗りましょうかね。やめとこうか。やっぱりね、あれまけん最後にして落馬っていうのはさすがにちょっと敬遠しておきますね。これ僕はやっぱりリセットとかしたくないんでね、できればね。さすがに障害でね落馬したらリセットすると思うんですけどね、僕もね、ダンマリーでリセットすると思うんですけど、さすがにそれはね心苦しいんで、ちょっとね安全策でいきます。僕は結構安全策で行くタイプなんでね、石橋を叩いて渡るタイプなんで、はい、マコトライデン、このままもどうかな、61あるんで乗りましょうかね。はい、そして地方の方もね東京大商店がありますと、ちょっとこの辺りは厳しいと思うんだけどな、大逃げやりましょうかね。大逃げね、はい、華々しくね散りましょう。はい、さてオーラスレッツだ5、
はい、ダンスインザダークに乗りますよ。あ、ゼネラリストはちょっと距離長いと思うな。ねえ、胸北くん、胸北くん、さて最後なんでね、今度こそはね、最後ぐらいはね集中していきましょう。はい、無言になるかもしれません。大逃げハイペースもあるね。これもう逃がしますんで、1番人気はライブルマント、2番人気進行ミニ、これはもう G1 級ですね。まあ、G1 ですから当たり前ですけどね。まあ、これは気分よく音楽もね、乗っていきましょうよ、ね、大逃げでいきます。はい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 、行きましょう。オーストワークから逃げるっていうのはねちょっと厳しいんですけど、やっぱり直線がねある程度あるんでね、これは逃げれますよね、外枠でもね。まあ、大逃げで行きます。うん、引き離していきましょうね。そろそろ落とそうかな。4で、4で安定ね。まあ、ハイペースになった方がいいですからね。どれぐらいのペースで逃げてるのかね。かかり癖が出たらまずいな。まあ、1000メートル通過1分1秒4。まあ早いですかね。うん、大逃げ出ないのかな。出ましたね。上げていきましょう。ちょっと真ん中回ってるけどね仕方ありません。粘ってくれ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 苦しいよ。手前変えてね、うん、もう一回手前変えてね。ちょっと手前変えるためにミスってるね。ミスってるミスってる。頑張れ頑張れ、最後まで頑張れ、全力を振り絞って。大逃げ難しいですね大逃げ一度成功させたかったんだけどね、結局 PS3 版で大逃げをね決めることができませんでしたね。サイレンススカーとか乗ったらね、大逃げのね、あの逃げ方っていうのね、馬に教わると思うんですけどね。うん、さてマコトライド一番人気だね。まあ、これ普通に先行馬なんでね、普通に乗ってきましょう。左回り×。まあ、中山競馬場ですよね、これね。あ、阪神競馬場か。ね、まあ、阪神競馬場右回りなんでね、問題ないと思うんですけどね。手前とか変えないといけないってことはないよね。よく手前をね、なんで変えないんですかっていう意見あるんですけど、手前自動に変わりますよね、チャンピオンジョッキーはね。右回り苦手とか左回り苦手の場合だけなんか手前変えないといけないと思うんですけど、自然に変わってると思うんですけどね、これね。どうなんですかね。確かね、G1 ジョッキーではね、あの変えないといけなかったんでね。それで、そういう勘違いから生まれてきたコメントかなと思うんですけど、ちょっとよく分かってなくてごめんなさいね。もうちょっとやばいな、これね。GOC 感に。ちょっとやばいな、持つかな、これな。ちょっと苦しいよこれ、刺されるんじゃない。手間かいて手間かいて、追い道追い道追い道、なんとか馬の力のおかげですねこれはね全然集中しないんだ今回はねまあ前回はねちょっと口が滑ってしまってね、あのひどいことを言ってしまったんでね、うん、マツコさんには申し訳ないことをね言ってしまったと思うんですけどさて、摂津特別と丸別恵みね、まあ、新ガリッキをね発動させましょう。はい、距離は持ちますよね、マイルはね。ちょっとスタミナ溜まりまくってるよ。もうちょっとね早く動いてもよかったね。うん、まあ、真ん中から割っていきましょう。はい、ちょっと何やってんの。ちょっとね、またミスってしまいましたね。うん、
これは外に出すしかないね。苦しい苦しい苦しいね。もうちょっとね早く鞭打ちたかったんだけどね、うん、仕方ありませんというか僕のミスやね、うん、申し訳ない。さて大宅帝王ね、 2000m 得意の 2000m、 まあ、指し馬だったんですね大宅帝王ってね。直一騎があるんでね、これはもう期待しましょう。ただライバルもね、一番人気がファンドリ勝利、まあ、重賞勝つ馬でしたっけね、うん、地方の重賞はね、まあ、ただそんな強いメンバーではないんでね、期待できると思います。はい、あ BGM オフにしてしまいましてごめんなさいね。まあ、集中していきましょう。あちょ頼むよ出遅れせか、もうこれ大幅カットできますね。参ったな。開かない、これやばい、やべ、これ厳しいわ、本当に。大丈夫これ、前壁だもんな、追えないよね。やっぱりね、打ちさばけば慣れてないんでね、難しいですね。やっぱり直一騎とかだったら、外回した方が安全なんじゃないかなと思いますね、このチャンピオンジョッキーね。チャンピオンジョッキースペシャルはね、どういうバランスになってるかわからないんですけどね。このチャンピオンジョッキーに関しては外回した方が簡単なんじゃないかなという感じがしますね。さて1番人気ですね、サニーブライアンね。2番人気シルクジャスティス、これはね強敵が集いましたんでね、短期逃げど根性二の足アルバムあると、まあ、これも強気の競馬をしたいですね。はい、また差し馬強烈な馬がいてるんでね、どうしましょうかね。ある程度ね、だからペースを上げて逃げたいんですけどね、やっぱりサニーブライアンって言ったらそんなスピードある馬でもありませんでしたし、アルババに強いイメージがありましたよね。アルババなんだ、これはもうだからね、気合を入れていきましょう。まあハムレベル5ぐらいのがいいかもしれないね、強い馬なんでね。まあ、それでね、もう強気の競馬でいきましょう。エシンワシントンのね、香港スプリントみたいな感じで逃げましょうかね。うん。まあ、スタミナはあると思うんでね、十分に。もう強気の競馬でね。もう来ましたね。ちょっと後ろの方をね、確認しながらね、早めに潰しに来ると思うんで。短期逃げ来たね。なかなかいい形で来ましたね。これポテンシャル残ってるんでね、粘っとし、粘ってくれ。手前書いて、やばい刺された。やっぱり殺人魔強えわ、シルクジャスティスや。いい競馬できたと思ったんですけどね、僕としてはかなりいい競馬できたと思ったんだけど、勝てませんでしたね。男ね、藤島にやられましたね。今な相手を褒めるしかないんじゃないかな、ね。さてマリア・ジュダムールね、これ直一気あるんでね、なんとかいい競馬をしたいね。これはやっぱりね、内を回りたいんだけどね、人気薄だからやっぱり内回らないとね、勝てないと思うんですよ。これもうちょっとね、もうちょっと後ろから行かないと。やっぱりね、弱い馬はね、客室に合わせた方がいいと思うんでね、これちょっと前すぎますね。
敗したな。5でチョキいけますかね。微妙なところなんでね、まあ、これ上げていきましょうね。まだ早いか。優柔不断なね騎乗を見せてますけど、スローペースもあると6なら出ると思うんですよね。ね、出ますよね、6ならね。これ上がっていきましょう。はい、ちょっと立ち遅れてるんだよねこれね。しごいてるんだけどね、苦しいですよねこうなったらね。最高峰前空いてるんでね、なんとか刺してくれ、刺せ刺せ。うん、ちょっと勢いが鈍ったね。一瞬のキレ来たよ。頑張れ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 。3着、うん、悔しいね。だからもうちょっとね、4コーナーでねいい位置が取れてれば差し切れたと思うんですけどね、うん。まあ、9番人気なんでね、いけばいけばとは言えないな、今の競馬はな。さあシグナスヒーローね、これはもうしっかりと勝たないといけません。まあ、ライバルも結構いると思うんですけどね。2番人気はアグネススレーサー、アグアドスレーサー、これ格馬ですね。まあ、なのでね、まあ、普通にシンガリッキにこだわらない方が勝てると思いますね、うん。まあ、普通に差しでね行きたいと思います。4であってね、あれババもあると、まあ、最終週ですからね、12月のね、やっぱりババが荒れてると。これはねもういい感じで折り合いもついてるしね、馬が気負ってないね。やっぱこういう馬だったらね乗りやすいですよね。ただまあ競馬はね折り合い格っていうかね、そういうぐらいの馬じゃないと走りませんからね。早い、まあでもまくっていく形でいいかもしれないね。強い馬なんでこういう乗り方でも勝てると思うんですよね、まくる形でね。うん、これでいいと思うんですよ。有馬記念もこういう乗り方したいね。まあ有馬記念のね思想なんで、はい、これでいいでしょう。はい、まくっていく方です。ごめんなさい、下回ってないね。ちょっと苦しいねこれね。やっべ、差し返せよ差し返せ。よし、手前返って、よしかった。ちょっと危なかったです。圧倒的一番人気だっただけにね、苦しみましたね。馬の力のおかげです。さて有馬記念ですね、ダンスインザダーク、いよいよオーラス最後勝ちたいね。有馬記念勝ってね、ダンスインザダーク4番人気、まあ、1番人気はね必ず勝ちます。はい、一番人気はマヨルトップガン、サクラローレル、どっち？トップガン一番人気ですね。二番人気ね、エアグルーヴ、エアグルーヴが出てきたんだ。三番人気、サクラローレルね。ダンスインザダーク、直一騎、馬群割り、オースト一騎、死ぬ気で。あ、オースト一騎があるんですね。ならば、まあ、オースト一騎をね、発動させることができたら、もう十分、チャンスはあると思いますけど、やっぱりね、最近オースト一騎を気にしすぎてね、外回りすぎなんでね。それうまくいくかなっていうちょっと心配ありますけど、まあ、オースト一騎を、ね、狙いに行きます。はい、まあ、最後は集中したいんでね、何にしようか、これやめとこうね。これね、おいおい
盛り上がってまいりました。緊張するね。先行できます。外枠フリーですけどね、アルマ記念ね。前から行きます、まあ、それで4に落としてね。あ、危ない。ちょっと見てなかった、ごめんなさい。無知の方見てたね。大丈夫かな。大丈夫だよね。もう4角戦闘ぐらいでいいかもしれないね、オーストデッキ発動するにはね、うん、あまりねオースト回りたくないんでね。後ろから来る前にもね、ちょっとエアグルーブ外でいるのか。まいったな。エアグルーブ前に行かせるわけにはいきませんからね。ねえ、やっぱりね、自由自在ね。よし、これはねもう本当に気合を入れていきましょうよ。ヘルメットの裏には無我夢中。イージーボーイ、イージーボーイ。後ろをね気にしないと。後ろいないね。よし、うちに入ったね、エアグルーブ。ちょっと怖いなこれな。外回る、曲がっていきましょうか。800なんでね、強気にいきましょう。もう強気にいきますね。四角戦闘ぐらいの気持ちで。桜手応え抜群やね。外回ります。来たね来たね来たね。よし、頑張れ頑張れ頑張れ。手前変えて、なんとか頑張ってくれ。手前変えて、大道大道。よし、勝った勝った。やりました、最後勝ちました。ドキドキいってるわ。よっしゃ、ガッツポーズしたかったね最後ぐらいはね。よっしゃ、よくやった。ダンスインザダーク。これまた音声途切れてないやろな。大丈夫かな。シーアマゾンが2着だったんですね。意外ですね、うん、というわけでね、 PS3 版の、ね、チャンピオンジョッキーはねこれで終了ということになると思います。表彰式行きましょうね。はい、これはもうやっぱり騎手大賞もらったでしょうね。まあまあ年度代表馬はね厳しいと思うんですけど、あ、ダンスインザダークだ。へえ、うん、僕もねあのね力をね勝つことができてよかったですね、うん、7戦7勝と。まあ、シガーね、シガーは本当に強い馬ですからね。4戦3勝かね、あまりレースに出走してないんですね。はい、あ、もちろんね騎手大賞取れると思うんですよ。取れませんかね。やりました、おっさんジョッキーキックがね、おそらく騎手大賞でしょう。はい、最多勝利騎手ね、108勝と、まあ、ハードでもね一応リーディングジョッキー取りましたんでね、強奪多かったですけどね。まあ海外競馬はね移籍してもねそんな面白くないと思うんでね、うん、まあ、機会があったらね移籍してもいいんですけどね。チャンピオンジョッキースペシャルの方でね、まあ、おそらく海外移籍はしないと思いますけどね、うん、あ、勝利数2位なんで、あ、日曜53、うん、なんか最後2位って出るのがねちょっと不満ですね。まあ、千歳はね引退するしかありませんね。はいはい、
まあ、AC マシンとも引退なんやね。よく頑張りましたね最後ね。うん、2年連続騎手大賞のはずなんですけどね、うん、初めて取ったようなね感じなんですけど、さてこれで終わりですかね。というわけでね、 PS3 版チャンピオンジョッキーはねこれにて終了ということになりますかね。まあ、次からはね、あのチャンピオンジョッキースペシャル、任天堂スイッチの方のねチャンピオンジョッキースペシャルで、ね、あの再び実況を続けていきたいと思いますのでね、そちらの方もね、もしよかったらご覧ください。まあね、任天堂スイッチの方がね曲がってるっていう話をしましたけどね、ひょっとしたら途中で壊れてしまってね、うん、PS3 版に戻ってくるなんていうことがないようにね、お祈りしながらね任天堂スイッチのねチャンピオンジョッキースペシャルの実況を、ね、始めていきたいと思います。9月14日発売なんでね、楽しみですね。もう来週ですよね、うん、というわけでね、終了したいと思います。今までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。